今回は青色申告の論点について解説したいと思います。所得税の確定申告の方法には、青色申告という方法と白色申告という方法の2つがあります。正確な表現ではないんですけれども、試験対策上は、青色申告はきちんと帳簿をつけて確定申告をする方法で、 白色申告は、基調を手抜きして確定申告する方法なんだと思ってください。当然、税金を取る国としては、青色申告で申告してほしいので、青色申告をする人には様々なメリットが与えられています。ただし、全員が青色申告をすることができるかといえば、そうではなくて、特定の所得がある人に限られます。それが、 不動産所得と事業所得と山林所得のいずれかです。ですから、給与所得しかない人などは青色申告をすることができません。きちんと帳簿をつけることが要求される事業を営んでいる人が対象なんだと思っていただきたいんですが、3つの所得の頭文字を取って、富士山は青いと覚えてください。ちなみに、 損益通算の対象となる所得の組み合わせと似ていますから、混同しないようにしてください。損益通算の対象となる所得は、不動産所得、事業所得、三輪所得、譲渡所得の4つです。封じ3乗で出会うプラス3とマイナス3という語呂合わせを紹介したかと思います。で、話を青色申告の論点に戻しますと、 不動産所得と事業所得と三輪所得のいずれかの所得がある人が新たに青色申告をするためにはその年の3月15日までに税務署に届け出をする必要があります。なので3月16日以降に事業を開始したらその年は青色申告できないのかといえばそんな無限なことはなくて1月16日以後に新規に業務を開始して その最初の年から青色申告をしたい場合は、業務を開始した日から2ヶ月以内に届け出をすればいいことになっています。でまた、青色申告はきちんと帳簿をつけることが要求されますから、大抵の帳簿は原則として7年間保存しなくてはいけないこととされています。これは、富士山は青いなぁ。 という語呂合わせを使うと覚えることができます。続いては青色申告者の特典について。青色申告者には様々な特典が用意されています。青色申告者だけの特典とそうでないものを区別していただきたいんですが、青色申告制度は基本的に真面目に帳簿をつける人に対して有利な基調をさせてくれる制度なんだと思ってください。 なので、純損失の3年間繰り越し控除、純損失の繰り戻し還付、青色申告特別控除、青色事業専従者給与の経費参入、定価法による棚卸し資産の評価、30万円未満の減価償却資産の一括償却は、青色申告者だけの特典です。それから、雑損失の繰り越しは、資産に損害を受けたときに、 翌年以降3年間にわたって繰り越し控除できるんですが、これは青色申告者でなくても適用を受けることができます。会社員や公務員の人は通常青色申告をすることができませんから、家が燃えた時に青色申告者だけ救済制度があって、青色申告者以外には救済制度がないというのはおかしいからです。また、事業先住者控除は、 青色事業専従者給与の白色申告版のような制度ですから、青色申告者は適用を受けることができません。そして、10万円未満の一括償却や3年均等償却は、税法に規定されている誰でも適用を受けることができるルールです。なお、青色申告特別控除は、 消防をつける手間賃を必要経費として計上することを認めるイメージの制度で、控除額はテキストや画面にある通りです。事業的規模である場合には、貴重に手間がかかるので、基本的に55万円。電子申告要件を満たした場合には65万円です。そして、事業的規模でない場合は、貴重の手間がそれほどかからないということで、10万円とされています。また、 期限後申告をした場合は10万円になるんですが、青色申告は真面目に帳簿をつけて申告する人を応援する制度ですから、期限後申告をする不真面目な人は優遇されないんだと思ってください。それでは今回はここで終わります。ありがとうございました。